はいどうもタカチャンネルのタカでございます。皆さんお元気してましたでしょうか。僕のチャンネルではちょっと新しいガジェットやリュックなどをですねクラウドファンディングを中心にご紹介させていただいているチャンネルになっております。このように再生リストをまとめさせていただいておりますのでぜひですねチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、で今回ですけども、洗練されたデザインと20を超える便利機能を兼ね備えた世界が認めたですね多機能バックパック、こちらをですねご紹介したいと思っています。はい、その名もですねこちらプリートパックと言われるものでして、でこのプリートパックなんですけど非常にねすごい、実績を持った、バックパックなんです。はい、こちらのプリートパックは海外のクラウドファンディングにおいてはたった1ヶ月でですよ1000万円売り上げた、素晴らしい実績を持っていて、さらに日本でのクラウドファンディングにおいてはですね、なんと3300万円もですね、超えるご支援をですねいただいた、非常にですね、皆様から、人気のある、商品になっています。でこちら日常からビジネスアウトドアまでですね様々なシーンで使っていただくこともできる商品になっていて、あらゆるものを収納できるスペースを確保してですねさらに洗練されたスタイリッシュなデザインを、兼ね備えた、バックパックになっているので、最近ですねちょっと、シンプルでなおかつ使いやすい、おしゃれなリュックを探しているという方いらっしゃいましたらお待たせいたしました。お待たせしすぎたかもしれませんというところでこちらのねリュックをご紹介したいと思います。はい、でこちらの、プリートパックなんですけど価格としてはですね、1個ですね 24,900 円とですねちょっとリュックにしてはまあミドルクラスぐらいの金額かな、それぐらいの金額にはなるんですが、なんといってもですね20の機能がここに入ってるんで、まあその機能性すべて聞いてみたらですね実は安いなーっていう風に思ってしまうこともあるかもしれません。こちら、まあ紹介する前にですねまず今回のこのリュックなんですけど、特徴の方をですねご紹介したいと思います。特徴としてはですね全部で3つございまして、まず1つ目なんですけどこちらはですねスマートだけど多機能っていうところで、さらには収納を含めた使い勝手の良さ、そして最後は国内クラウドファンディングで累計3500万円調達達成、さらにキャンプファイヤーのクラウドファンディングアワードトップ100に選ばれた1万件のプロジェクトから選出されたですね素晴らしいバックパックなのです。まあそれではですね早速こちらの商品すごいところがたくさん詰まっているのでゆっくり見ていきたいと思います。見ていきましょう。はい、お待たせいたしました。はい、こちらですね、今回はですねこの環境下で、撮影をさせていただこうかなと思っています。こちら、いろんな魅力が詰まっているんですが、まず一つ目の魅力としてですねこちら、無駄を削ぎ落としたスタイリッシュなデザインっていうところが人気の一つのポイントになっています。今こう見ていただいてわかりますかね。結構ですねシンプルだなっていう風に思われた方いらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、こちらのプリートパックに関しましてですね、常にスタイリッシュであり続けることをテーマにした、バックパックになっていまして、何百何千もの、議論を重ねた後にですねこの形が出来上がったんですよ。で、見た目表はこんな感じで裏は横はこんな感じで裏はねこんな感じと、ワンポイントが特にあるわけでもなく、非常にですね、シンプルな黒いリュックなのでビジネスマンは特に使いやすい色の構成になっていると思います。でヨーロッパならではのセンスっていうのも非常にねこう中に盛りだくさんに入っているので、デザインへのこだわりっていうところをですね今回はまず見ていただければなと思います。はい、続いての魅力なんですがこちらですね作り込まれた多数の機能が詰まったバックパックだっていうところで、先ほどね冒頭でもお話しさせていただいた通りですねこちらのバックパック20を超える便利機能がたくさん詰まっています。じゃあ実際どんな機能があるのたくさんっていうところでちょっとね皆さんに見ていただきたいのでこちらの画像をご覧ください。はい、こちらがですね今回ご紹介するプリートパックの、まあ隠された機能です。上からどんどん読んでいきますよ。7リットルから25リットルへの拡張、さらには、高い通気性と背面エアチャネル、そしてノート PC 用の収納ケースがあったり、盗難防止機能、タブレット収納30から90
90度選べる開閉アングル、マグネット開閉機能、2つのショルダーポケット、 YKK ジッパー、防音性、大小6つの収納ポケット、 USB チャージポート、持ち運び用ハンドル、自動を、軽減ショルダーストラップ、ラゲッジストラップ、貴重品用収納、撥水防水サングラスホルダー、収納型ドリンクホルダー、背面隠しポケット、ストラップ収納バンド、隠しチェストストラップ、落下防止性機能スペースとですね、たくさんあるんですよ。息切れそうになった、っていうところで、まずはですねこちらのバッグなんですけど、ちょっとずつですね、まず機能っていうのをゆっくり、皆さんにご紹介していただければなと思うので見てください。まずはですねこちら、先ほども言ったように、背面の部分ですね、こちらを見ていただきたいんですが、こちらに詰まっている機能としては、まずメガネ用ストラップ、そして胸ポケットに鍵やイヤホン等を入れることができる、シークレットポケットがあるというところと、あと胸ポケットも、存在していて、さらにですね、隠しポケットやラゲッジストラップがあるっていうところが特徴です。はい、まず実際メガネとかを、かけるストラップっていうのはどれっていうとですね、ここにあるんですけど、ここのね輪っかの部分、これがそれに値します。で、僕はね普段からこうメガネをしているんですけど、サングラスとか、普段ね、やられてる方とかであれば、ここにねこのメガネのこの柄の部分もですね、つけてあげるだけで、こういう風にね持ち歩くことができる。なので非常にですね、簡単に、サングラスとかも収納ができるっていうところがまず一つのポイントです。で、さらにはですねここなんですけど、このサイドの部分にこのような形でジッパーがあるんですよ。で、このジッパーっていうのが結構ねよくてですね、これこのジッパーいいのが、これ見てもらったらわかりますかね、僕の、動画をよく見てる方だったら僕がねこれ何を言いたいかわかると思うんですけど、ここにね、胸ポケットがあるのは、もちろんのこと素晴らしいんですが、ここね止水ファスナーを使ってるんですよ。なのでこういうところもこだわってちゃんと作られた、このリュックのバッグの、このリュックのね収納ケースっていうところでは、これはね結構僕はいいなって思いましたね。さらに、ここの大きさっていうのも結構絶妙に大きいので、例えば持ってる方も多いでしょう、この WF-1000XM4 で、こういった小型イヤホンであればですね、ここに入れてこういう風に収納することができるので、聞きたいときはここから出す、で、聞き終わったらここにしまうっていうのができるので、非常に、電車内とかでも、アクセスがしやすいポケットになっています。で、ここにね、例えば鍵入れていただいてもいいですし、カメラをね、普段から趣味にされてる方とかだったら、こういうね SD カードとかもですねここに入れることができるので、これは結構使いやすい仕様になってるんじゃないでしょうか。ちなみにこの、隠しポケットに関しては、左右両方ついているので、どちらに、イヤホン入れていただいても構わないし、どちらか一方だけ鍵入れるとか、あとは現金を入れるとかね、そういう使い方をしていただいても構わないです。で、さらにですね、こちら、チェストストラップも隠されていて、普通のリュックってチェストストラップで隠さないことが多いんですが、これはね、スマートに見せるというのを目標にしているので、この部分にねこういう感じでねチェストストラップを隠しているんですよ。こういうね、おしゃれなね使い方するのは結構僕嫌いじゃない。さらにはですねこちらいいのが、ここの部分なんですけど、ここの部分にね出張される方だったら必ず使うであろうラゲッジストラップがあるので、これにね、スーツケースのあの取っ手の部分、をくって、入れてあげることで、これリュック自体をですね、簡単に持ち運ぶことも可能だし、ここの下の部分にもですね止水ファスナーを使った隠しポケットがあるので、海外旅行行かれる時にこれを持ち運ぶ際はですね、ここに、パスポートとか大事な貴重品を入れておくことで、盗難防止にもつながるっていうところは素晴らしいなっていうふうに思います。はい。で、さらにはですねこちらなんですけど、上側の部分もちょっと見ていただきたいんですが、これリュックの上側の部分、ここの部分なんですけども、ここの部分にもですね実はポケットがありまして、ここね実はね、はい、これだけでかいポケットがあるんですよ。ここね結構大きいポケットがあって、なおかつですねここの中にこういうね USB ポートもあるので、ここにUSB のご自身の
の充電器を挿してあげてですね、もう一方のところはオス側の、ケーブルの端子があるので、そこにモバイルバッテリーを挿してあげることで、中で携帯のスマホ充電も可能です。はい、でスマホ充電しないよっていう人はですね、例えばここのところですね、こういった定期券とかも、簡単に入る仕様になっているので、こういうね、普段からよく使う定期券とか、あとは小銭入れとかを入れてあげるスペースとして活用していただくのも問題ないと思います。はい、で、メインコンバーターの方をですね、これからご紹介したいと思います。メインコンバーターとしてはですね、この後ろの背面部分をガバッと開けていただくと見える仕様になっていてですね、ここの部分は止水ファスナーを使ってはいないんですが、こういう感じでね、180度開く形になっています。はい、なので出張時はもちろんですね、すぐに取り出したいものを見つけることができるっていう感じの仕様で、結構ね使いやすいと思います。で、まずこちら側なんですが、こちら側のスペースに関しては PC とタブレットを入れるところになっています。はい、で、皆さんサラリーマンの方だったらよく使うであろうこのレッツノートぐらいの大きさであれば簡単にね、しまうことが可能です。はい、で、手前の方もですね、結構、深めのポケットがあるので、ここはねサイズ感的に、iPad とか、そういったものをしまっておくことも可能です。はい、で、クッション性としては結構クッション性が厚いので、PC とかそういったものも、よく守ってくれると思います。はい、で、こちら側の、メインコンバーターのね、ボディのね表側の方に関してはこういう感じになっていて、まあ、黒に黒なんでちょっと分かりにくいかもしれないんですが、まず上からここの部分なんですけど、ここの部分に USB の先ほどのねオスのケーブルが出ています。なのでここにケーブルがあるので、この先に、例えばモバイルバッテリーつないであげて、ここのね下のポケットとかに入れてあげることで、まあ、スムーズに充電とかができるポケットがこの上に、できるっていうような仕様です。その隣なんですけど、ここはですね文庫本を1個入れれるぐらいの、まあ、大きさになってるので、まあ、文庫本入れていただいてもいいですし、最近だとね、まあ、やっぱコロナウイルスの関係性もあるので、除菌、手洗い、そういうのをね、結構ね、気にされてる方もいらっしゃると思うんですけど、こういうね厚手のアルコールティッシュとかもですね、ここにさっくり入る形になるので、結構ね、大きいものとかでも入れることができます。さらにはそれ以外にもこの、ところに表の部分に浅めのポケットが2個ぐらいあるので、まあライター入れていただいてもいいし、タバコ入れていただいてもいいしね。で、あとは、名刺ケースとか入れていただくのにもいいでしょう。で、一番下の部分にファスナー付きのポケットで、このロングのものがあるので、ここの部分をね使ってあげることで、まあペンケースとかそういったものを入れていただくのに便利な仕様になっています。はい、こちらで、一応ですねメインコンバータとしては以上です。はい、で、さらにここから、もっとすごい、収納場所をご紹介させていただこうと思うんですが、これがですね今回ご紹介する魅力のもう一つのポイントです。ビジネスバッグっていうところでは今ご紹介したのが全てです。ただしここからはですねトラベルバッグに進化します。今、ご紹介している容量としてこちらはですね7リットルなんですが、これ拡張できるんですよね。拡張したらなんとですよ25リッターまで、広がるバックパックになるんです。はい、どのようにするのっていうところで言うとですね、こちら今現状は、この状態なんですが、ここの部分ですね開いていただくとこのような形でバックルが現れます。はい、でこのバックルをですねまずは取ってあげてください。で、あげてですねこの下の部分、ここもですねビニールが剥がれる仕様になっているので、ここのねベルトの部分があるんですけど、これをですねちょっと広げてあげてください。そうすることでなんとこちらガガーン、こんなに広がるんですよ。すごくない？結構広がったでしょ。これだけ広がるんで、もっと広がるっちゃもっと広がるんだけど、もっと広げようと思ったらねこれぐらいかな。はい、これぐらいまで広がります。はい、こういう風に横の部分がアコーディオン方式になっていることによってですね、マックス25リッターまでですね拡張することが可能なんですよ。実際この状態の、一番ミニマムなね、先ほどの7リットルの状態で言うと街が9センチで、なおかつ、縦横で言うと縦44の横31のこの寸法だったんですけど、25リッターの先ほどのね、一番このマックス状態フルフルのこれがギュアンってなったこの状態の場合はですね、23センチまで伸びるので9から23まで間
足が伸びるって、これ結構すごくない？うん、これはねかなりいいポイントだと僕は思います。でちなみにこちらの中なんですけど、中に関しても内側に1個ポケット、メッシュポケットがあるのと、上側にもさらにポケットが深めのね、だいたい僕のこの腕のここら辺まであるので、結構深めの、ポケットが1個あったり、ちょっとこれ見にくいかもしれないけど、一番下にもですねファスナーポケットがあって、こっちの方にも、こう A4 のファイルが入るようなフラットなポケットがあるので、結構これはね素晴らしいと思っています。はい、なので厚手のあるものとかそういったものとかはですね、この前面とかに入れていただいても構わないですし、はい、でさらにはこれサイドの部分もですね、こういう風に開けていただくことで隠され、こういう感じでねサイド開けるとドリンクホルダーも出たりとかするので、結構ね、欲しい機能は全部入りっていうようなバッグになっています。はい、服やシューズとかそういったものを入れてですね、まあジム用のリュックとして使っていただくのもいいですし、まあビジネスとしてこうねスタイリッシュに持っていただくことも可能なので、まあいろんな方に持ちやすいリュックになっているんじゃないでしょうか。はい、でこちらなんといってもですね、魅力4はリュックとしては一番大切なところなんですけど、背負い続けたくなる快適さっていうところで、こちらね、撥水機能で雨でも関係なく、利用可能というところで、非常にですね水を弾くことにですね、重視して作られています。こういうところね、僕ガジェット YouTuber としては一番重視して見ていて、やっぱりこう大切なカメラとか、ガジェット類 PC 類を入れることがやっぱりリュックは多いので、撥水性が高いかどうかっていうのは非常に大事なポイントなんですよ。先ほどの、まあ、胸ポケットとかそういったところのポケット見ていただいたら分かると思うんですけど、非常に撥水性っていうところにこのリュックはですね、まあ特化っていうわけではないですけど、結構気にして作られている、リュックになっているので、まあ雨が降っても大丈夫っちゃ大丈夫です。はい、まあただしね、びしょびしょに濡らしすぎるとちょっとやっぱりこう湿ったりとかもするかもしれないので、そこだけご了承ください。まあとはいえど、タカさん、いやそんなスペック上のその話いいよ、いや本当かよ、濡れて大丈夫なのっていうところあると思うんで、はい、わかりました、濡らしますっていうところで濡らしに行きました。皆さんお待たせいたしました。ちょっと今回はですね、この洗面台で水テストをやりたいと思います。やることとしてはいつも通りですよね。上から水をバシャバシャバシャとかける。で、このリュックがどれぐらい撥水性が強いのかっていうのを試す。ただそれだけです。はい、じゃあ早速ですね、水を、かけていきたいと思います。はい、かけていきます。はい、こういう風にかけたんですけど、わかりますかね？表面のところ、水たまりができるだけで、水がこう、ワックスをかけたように流れていっているのがわかるかなと思います。このように、撥水性が非常に強いリュックになっているので、雨とかに見舞われても安心なリュックになっています。はい。で、実際、まあ、濡れましたよと、濡れて帰ってきましたっていう風になったら、あとはですね、帰ってきたら、速攻このタオルで上からこう、拭いてあげるだけでですね、ここの部分触ったらですね、まあ、ちょっとしっとりはしてるんですけど、まあ、普通のリュックに比べると全然しっとり感もないですし、非常にですね、撥水性が高いリュックになっていると思います。はい、すぐ乾くと思いますよ。なので、ほんとね、普段のリュックで染み込んじゃったりとかして、中のガジェットとか中の教科書とかああいったもの含めて、濡れて困っているっていう学生とか、まあ社会人の方いらっしゃったらですね、このリュック非常におすすめです。はい、じゃあデスクに戻ります。はい、皆さんいかがだったでしょうか。結構ね、水弾いていたかなと思います。まあさすがにね、あんなに強烈な雨降ったらみんな外出かけないと思うので、普通のねポツポツ雨とかそういう雨であれば全然ね問題ないっていうのが分かったかなと思います。で、こちらそれ以外にも快適なポイントっていうのがあって、例えばですね、この裏面なんですけど、こちらの裏面が、このようなちょっと独自の構造をしたクッションになっていて、空気が3方向に抜ける独自のエアスルー機能っていうのが搭載してるんですよ。なので、夏場とか背中汗かく方いらっしゃると思うんですが、快適に持っていただけるっていうところがいいところのポイントだと思います。それでは最後になんですけども、私170センチのちょっと大柄なね男性なんですが、そういった男性がこれ背負った場合どのような形になるのか、着用イメージをですね皆さんに見ていただければなと思います。ちなみになんですけど、170センチの男性、僕がですねこのリュックを背負ってみた感じはこんな感じ。ちょっとねイメージつかないかもしれないですけど、まあ結構シンプルなので、スーツとかそれこそ、白黒のファッションとかにも似合いやすいかなと思います。で、見た目的にも非常にスタイリッシュにはなってるので、どんな服装にも合わせやすいかな
って感じもしますし、非常にですね持っていてあの人、スタイリッシュでかっこいいなっていう風に思いやすそうなリュックになっていると思います。でこの背中のパッドのところがですね結構ふかふかして気持ちいいのと、あとここのね、ショルダーの部分が肉厚なので荷物をたくさん入れたとしてもですね疲れにくいとは思いますね。でプラスはい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はですねこちらプリートパックをご紹介させていただきました。プリートパック自体はですね何回か僕もクラウドファンディングで見かけてはいて、いつかレビューしてみたいなっていうふうには思っていたんですが、ようやくレビューさせていただけて本当に光栄です。で、このリュック、小さいリュックっていうところでも、非常にですね、シンプルで見た目もかっこよくて僕的には素敵だなっていうふうに思っていて、だからといってですね小さいだけじゃなく機能はたくさんあって、大きいリュックが好きな人にも十分満足していただけるようなリュックになっていると思います。まあ普段からね、たくさん荷物を入れる人も、やっぱこう小さいリュックってかっこいいから憧れることがあると思うので、ぜひですね大きいリュックを普段使われている方もですねこちら、購入検討に入れてみてはいかがでしょうか。今回、使ってみて良かったとこ悪かったとこをご紹介させていただくとですね、良かったとことしてはやっぱりこう黒一色でなおかつこう見た目もスタイリッシュでかっこよくで、だからといって機能には一切妥協していないっていうところのポイントがですね、非常に僕は、いいなっていう風に感じがしました。さらにこうおしゃれっていうところも非常にねポイントとしては高いかなと感じています。で、ちょっとここはなっていうところで言うと、この背面部分の、メインコンバーターのファスナー、ここもねできたら、これだけ、いろんなところにですね止水ファスナーを使っていただいてるので、ここも止水ファスナー使っていただけると僕的にはさらにこう安心感は高まったかなっていうところでした。はい、とはいえどですよ、先ほど、撥水試験のところをさせていただいて皆さん見ていただいた通りですね、この表の部分非常に撥水性高かったですよね。もう今すでに触った感じでは乾いているぐらいなので、ここら辺のところに関しては、まあ、非常に安心感のある素材だったので、まあそうですね、ここはね一応背中部分にもなってるし、一応厚みとしてもちょっと隠れる形になっているので、まあそれを考慮して使えたのかなっていうところでは感じています。はい、これ皆さん支援よろしくお願いいたします。それじゃあ次回の動画でお会いしましょう。今回もいいリュックでした。じゃあのー。